日向坂46の人気メンバーとして活躍している斉藤京子、斉藤京子さん。今回はそんな彼女の愛用香水について調査しました。彼女曰く愛用歴も長いそうで、相当お気に入りの香水なのだそう。グループのメンバーからも大絶賛とのことで、ますます気になります。香りの詳細や実際の口コミについてもまとめていますので必見です。目次、斉藤京子の愛用香水はランバンオードパルファム。斉藤京子、匂いがいいとメンバーかも大絶賛。斉藤京子の愛用香水の口コミ。斉藤京子の愛用香水はランバンオードパルファム。斉藤さんが愛用している香水はランバン、ランバンのジャンヌランバンオーデパルファンです。ランバンとはフランスの高級ファッションブランドとして知られています。そんなこちらの香水は創設者であるジャンヌ・ランバンへのオマージュとして誕生した、まさにブランドを代表するフレグランスとも言える商品となっています。ランバン、ジャンヌ・ランバン EDP100ml。 楽天で詳しく見る、 Amazon で詳しく見る、 Yahoo ショッピングで詳しく見る。 30ml、50ml、100ml と3サイズで展開しており、斉藤さんは 100ml と 30ml の2サイズを持っているのだそう。小さいボトルを持ち運び用にしているといいます。出先でも付け直すだなんて、相当気に入っていることが伺えるのではないでしょうか。 100ml でも楽天や Amazon では3500円前後と大変コスパの良い香水となっています。ここからは香りの詳細を見ていきましょう。まずトップノートに香るのがシチリアシトロン、ブラックベリー、ベアーネクターのフローラルな香りたちです。続くミドルノートでホワイトフリージア、ラズベリー、ピオニーの芳醇な香りがしてきます。そしてラストノートにてアンバーグリス、サンダルウッド、ムスクの香りが混じり合い、ウッディで大人な香りへ変化していくのだそう。ジャンヌ・ランバンの紅茶を一言で表すと紅茶、柔軟剤と例えられることが多いようです。ミドルノートでベリーの甘酸っぱさにレモンとラズベリーの紅茶が加わることが紅茶のような香りを生み出してくれているそう。またラストノートのムスクが柔軟剤のような優しい香りを生み出してくれているといいます。紅茶に柔軟剤だなんて嫌いな人いない、とっても過言ではないフレグランスなのではないでしょうか。斉藤京子、匂いがいいとメンバーかも大絶賛。斉藤さん自身、この香水は王のお気に入りだと言います。なんと2015年から愛用しているそうで、愛用歴の長さからもその気に入り具合が伝わります。他の香水に浮気をしても結局はこの香水に戻ってきてしまうのだとか。彼女の香水は日向坂のメンバーからも好評で、どこの香水と聞かれる機会が多いと言います。またメンバー以外にもプライベートの友人と久しぶりに会うと、あー京子の匂いだと言われるほど彼女の周りには浸透している香りなのだそう。すなわちこの香水を身につければ身近に斉藤さんを感じられるということではないでしょうか。男性で普段使いをしづらいという方でも、自宅で寝香水としてベッドに吹きかければ斉藤さんと添い寝をしている感覚になれるかもしれません。楽しみ方は無限大と言えるでしょう。斉藤京子の愛用香水の口コミ。ここからは実際の愛用者の口コミを見ていきます。愛用者の多くが何個もリピートしているようで、やはり斉藤さんのように一度ハマると虜になる方が多いようでした。
また、男性受けが良いそうで、モテ香水とも評判でした。女性らしさがありつつも香りがフレッシュで軽いので、食事など場面を選ばずに使うことができるそうです。そのため、香りに敏感だけどこの香水はつけられるという方が多く見受けられました。女性向けの香りとなっていますが、男性の愛用者も少なくないようです。また、紅茶の香りということで幼くなりすぎず、年齢を問わずに使いやすいとも言われていました。オードパルファムではありますが、香りの持続力は若干弱いという口コミも見受けられます。しかしその点を活かして、他の香水と重ね付けすることで、違った楽しみ方もできるようです。